松さん、フラワーシャワーありがとうございます。やばい、また鼻がカピカピしてる。暇してるな。暇なう。今日も元気なう。眠たいね。起きたばっかりではないよ、さすがに。さすがに。でも今ご飯食べちゃったから、眠たくなってきた。早く着いちゃった。いや、もともと早く着く予定だった。あの、配信 しようと思って。ホテルも清掃があるから、そんな長い時間までさ入れないじゃないですか。そうだから、だったらレッスン場来て配信したら、まあホテルも清掃してもらえるし、遅刻することもないし、配信もできるし、一石三鳥じゃんと思って早く来た。山下さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そんな感じのハルピョンでございます。ハルニャンさん、フラワーシャワーありがとうございます。そう、でも眠いよね。眠いよね、普通に。なんかね、この空間マジ眠くなるんだよね。空間のせい。本当に照明の色といい、なんかこの閉鎖されてる感といい、超眠い。ご飯食べたし、眠すぎて何もしたくない。かなりんさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。いや、布団の上は眠くなるよ絶対。絶対眠くなる、それは。
皆さんこんにちは。朔太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。今日はすっぴんですか、だって毎日すっぴんなんだけど、もうスモールワールドさん行った時以外は毎日すっぴんなんだけどうん、もうねしてないね、メイクなんて。マモレモンピョンズさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。お昼はもう食べた。サトルラブさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。でもこれなんか眠くなりそう、この私の声自分で喋ってて思う、眠くなりそう。熊本バージョンの熊本ツアーバージョンのランダム生写真セット3セット買ってよりと引きが出て、もう額縁に入れて額縁に入れて飾ってください。ありがとう勝手に。眠いよね、本当に眠たい。カナリンさんフラワーシャワーありがとうございます。かわちいやつありがとう。メンバー今ハルピョン、メンバーどころかスタッフさんも誰もいなかったんだけどえ、びっくりした、来て、まあ、真っ暗でレッスン場がなんか控え室みたいな、なんか楽屋みたいなところだけ電気ついてて、そうでも誰かのパソコン、スタッフさんの誰かのパソコンがあったから多分来てはいるんですけど、スタッフさんもそうでも誰もいないうん、びっくりした。本当に、まあでもまだね、早い時間に来たからっていうのもありますよね、うん。あ、ご飯食べに行ってんのか、確かに。レッスン前にスタッフさんもご飯食べに行ってんのかな。大事大事。大事大事。それが一番大事こんな曲なかったっけ。
なかったっけ。一緒に行けばおごってもらう。やだ、人とさそういうお金の貸し借りって一番やだ。嫌です。嫌です。しかも1対1とかだったら余計嫌ですよね。ドボンやらないのってきた。今やってないだけで夜やってたりするよ。毎日ログイン欠かしてないつもりはない。わかんなくなっちゃった。やってるよ。ランキング見てみ。ランキング見てみ。やってんだが。今月は休憩の月。今月は DD になる月なので。そう、ここね、さっきも言った通り閉鎖できる空間、なんて言うんだろう、しっかり音とかもあんまり漏れないようにできる空間なので、 Wi-Fi もね、その分ね、ちゃんとね電波が受信しないんですよ。そうだからたまにさ、ここでやってるメンバーがさ、うわ電波悪いとか言う時って、そういう理由があって、だからショールームだけで多分精一杯。この端末の、DDOK の許可が出ました。え？何の話？私がね。みんなは違うよ。みんなはもうそんなことしてたら粛清。誰もそんな許可出してないんだけど。だじゃあいいよ、ハルピョンのハルピョンのランキングで十傑に入りつつ、いろんなメンバーのランキングで、それならいいですよ。ハルピョンのとこでちゃんとそうやってハルピョンが一番好きっていうのをアピールしてくれるなら。でもそんなこと絶対しないでしょ。絶対そんなことしないでしょ。あとは私が DD の許可は私がどういうこと？出すわけがなくない？そのコメントをしている時点で。ああ怒らしちゃった。振りですかっていうのをさ、ピョンズじゃない人に言われてる今。レミノンバー推しさんに言われてる。ウケる。777日ありがとうございます。ラッキーセブン。太郎さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。777、ごめん乾杯とか何もできない。何も持ってない、これもう飲みかけの。
うん、乾さんなんだっけ、ブーケありがとうございます、イエーイ、ラッキーセブンおめでブーケ転わる、眠いと機嫌悪いんだよね人間そうかもしれない、みんな機嫌が悪いわけじゃないんですけど、なんかいつもそうちょっとはむかっちゃう自分がいる竹兄さんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、今日も休みです、だって休めるときに休んどけ、格言、あと時間守らないときイライラしちゃう、なんか例えばレッスンがこの時間に終わりますって言われてるのにめちゃめちゃもう 2,3 時間押してるときそれあったからこの間その時はもうイライラしちゃった。多分あそこにいた全員がそう思ってたと思う。え？今日ってこの時間に終わる予定だったよねって。そんな気がする。パンダの帝王さん、フラワーシャワーありがとうございます。かわいいバラ。なんかキリいいとこがあったんですよ、ちゃんと5分押しぐらいのキリいいところがあったのにもかかわらず、これもやってこれもやってみたいな、え、どういうこと、ちょっとどういうこと、理解不能ってなりました。うん、そこにいた何十人がそう思ったか、こちら残業は出ないのでねそうなんですよ、そうなんだよね、疲れてたし、それもある、朝からだったから3公演あった時だったからね、余計そう感じてたよね、あと次の日別の公演の通しがあったりとかしたから、もう早く終わんないかなって思ってた早く終わんないかなって、かなりんさんかわいい、ありがとうございます、うん、先輩も終電がって言ってたしうん、首しちゃいましたこんにちは、今日めっちゃサラサラ、え、すごい、なんでこんな今日サラサラなん、早寝したからかな、
マイジャパンさん、フラワーシャワーありがとうございます。ありがとう、お米が止まらない。よいしょ、これなんだ。あ、私のカバン。さっつんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。もう眠たい、起きなきゃ。タルタル must be now、壁を壊すんだ、need to go。 なんかさ、今日無理、眠い、なんかもう眠いっていう日ってない？今日も絶対これはもう一日中眠いぞっていう日。それが今日。うん、あー、何もしたくない、眠いっていう日。さっつんさん、ブーケありがとうございます、ありがとう。サク太郎さん、フラワーシャワーありがとうございます。かわちい、かわちい、かわちい。参道を運転中につき、ぴょんの画面は BGM3。 フラワーシャワーありがとうございます、イエーイ。今日の、今日お届けするナンバーはこの曲。ピョンズはピョンを好きでいろです。ブンブン、絶対鼻カピカピ、カピカピとか言ったら違うんだけど、なんていうの、鼻の周りが乾燥してる。
では歌っていただきましょう。ピョンズはピョンを好きでいろ、ピョンズピョンを好きでいろ。マジでダサい。どんな曲？エイトの新曲？やばくない？そんなすごすぎない？マックミックさん、フラワーシャワーありがとうございます。なんか人の影が見えた。誰かいるな。誰かいるな。来た。マックミックさん、フラワーシャワーありがとうございます。ありがとう。誰だろう。分かんなかった。誰だったんだろう。すごい相手。いや、メンバーかも分かんない。相手しまった。うん、配信中っていうあれつけてたから多分。誰だったんだろう。いや、でもここは使わないって聞いたから今日だからいる。誰だったんだろう。わかんないな。後で出た時気まずいやつね。あ、お疲れ様ですみたいになるのかどうなんでしょう。本当に誰だったんだろう。めっちゃ気になる。申し訳ない。誰だったんだろうね。分かんないや。でも2人ぐらい足見えたんですよね。すごいカラフルな靴の人と、あともう1人覚えてないけど。靴カラフルだなーって1人思いました。
になるよね、ここまで来たら。まあいいや。こんにちは。インバーかな。コンビニの袋持ってた。ドア開けたのはひなな言ってたよ。え、ひななさん。ごめんなさい。何、どこで言ってたんだろう。ひななさんごめんなさい。よかった。ひななさん今昼食配信？ん？今昼食配信。配信してるってこと。本当だ、ご飯なう。ごめんなさい。え、これ何、なんでこんなさ、なんでこんな背景がすごいんですか。ひななさん、ひなな下口になってる。なんで？なんで？私普通の背景。なんでメンバーによって違う。めっちゃご飯食べてる。ホワイトデーのイベント、あーなんかあったね。あったっけ。忘れた。あった気もするし、なかった気もするし、うん、いや、あったんだよな、きっと。ホワイトデーとかはイベントやってそう。あ、マシュマロ降ってきたやつ。あれか、あれか。マシュマロ降ってきたで思い出すやつ。やば。うん。あったわ、そんなんも。すごい椅子がギギ言う。楽しんでるわ。ハルキャンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。平吉さん、かわいいやつ、かわいいお花ありがとうございます。
もうフラワーシャワーって名前がさ、ちょっと考えないと出てこないからさ、もう可愛いお花って言ってるね。ハルキャンさん、ハートありがとう。キャンダイスありがとう。よいしょ。さあ、ということでちょっとそろそろね、終わろうかしら。ひななさんにはめっちゃ申し訳ない。うん、配信始めたらここが開くっていう、めっちゃ申し訳ないんだけど。ともゆきさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ありがとうございます。せっかくやったら一緒に、私人と一緒にショールームするの苦手なんですよね。それが誰とかそういうわけじゃなくて、誰でも苦手。キュンですとか言えなくなっちゃう。うん、言えない言えない。ギフト投げても言えないよ。ひなのさんだからとか、ひなのさんが先輩だからとか、そういうわけじゃなくて、後輩とも無理だし、まあ、無理っていうか苦手。うん、別になんか、なんだろう、空間がない場合は、その配信できる空間がない場合は全然しますけど。うん、そう、そうね。急に。そうね、そんな感じ。うん、もちろんミラーボールで歌わなくなりますよ、誰かと配信してるときは。そんな感じです。ということで、それでは橋本はそろそろ消えます。ランキング読みます。いきます。1位イヌイさん、ありがとうございます。2位マックミックさん、ありがとうございます。3位カナリンさん、ありがとうございます。4位パナの手を割ったビンゴ出演権おめでとう、ありがとう。5位、なんだこれ、 ELANG さん、ありがとうございます。6位、これ山道なんか山道、まあどっちでもいいか。を運転中につき、ぴょんの声は BGM アット無画面すみちゃんさん、ありがとうございます。7位ともゆきさん、ありがとうございます。8位、さくたろうアットはるぴょんかわち大好きな人、ありがとうございます。9位、はるきゃんさん、ありがとうございます。10位、みょういさん、ありがとうございます。11位、かアットあやうくはるぴょんの、ね、あやうくまたはるぴょんの寝顔につられるところだった、釣られてくれい。12位まさみくんさん、ありがとうございます。13位、ジョシュアさん、ありがとうございます。そしてたけにいさん、かわいい、なんだっけ、かわちいお花、ありがとう、ありがとうございます。そして本日のラッキー888位はこちら、ででん、
村吉さんです、ありがとうございます。ということで本日は皆さんありがとうございました。終わるかみんなもこの後お仕事とか午後頑張ってね。私も頑張ります。バイバーイ。おやすみ。おやすみじゃないや、いつもの配信のあれで言っちゃった。頑張ってね、バイバーイ。